念のためにあなたの HLA 型も調べさせてください。ああ、気休めだが。I doubt it'll match, but if it is, it's going to be one of those. すぐ終わります。この血液を用意してある個体を使って HLA の番号を調べるだけです。HLA 型の検査は約5時間ほどで終わります。実際に骨髄を抜くときは少し辛い思いをしますがね。え？そんなに心配しなくてもいいですよ。今は採取した骨髄細胞を人工培養して5、6倍に増やすことができるようになりましたから、献血程度で済みます。ジョナサン！お、ジョナサン！どうした、メリル？ What the hell? ジョナサン、マークが星の絵を描いてくれたの。結局どうしてもジョナサンに見せたいって聞かないのよ。それにこの子、病室にいたがらないの。マーク、I can imagine. お前、これがそうよ。この左側のバイクスーツの男。Yeah, sort of on the left. レッドウッドだわ。右側が宇宙服の男か。ん？これは？この花の絵は何だろう？それが私も気になって。あの時現場には花なんてなかったもの。花か。何の花だろう？もしかしてそれ、マークが好きなラベンダーの花かもしれないわ。ラベンダーの花、うん、あの時そんな花咲いてたっけ。ジョナさん、一つ言っておきたいことがあるの。デカ長があの時どうして撃てなかったか。どういうことだ。デカ長は5年前、マークの父親を彼の目前で射殺したのは知ってるわね。Yep. そのために銃が抜けなくなったのも。Yep, that's what I said. マーク中毒者だった元 AP のフローズナーだろ。そうよ。そのマーク中毒者の名前は、リドリー・レッドウッド。おー !No!レッドウッド、現 AP のトニー・レッドウッドの双子の兄。人工受精した時期は同じだけど、受精卵を孵化した時期にズレがあるから年齢が違うの。つまりあのレッドウッドがマークの叔父になる。マークにしてみれば本当の父親と見分けはつかない。デカ長はマークの目前で引き金を引けなかった。5年前の事件とオーバーラップして、この子の前で撃たれることがパパのマークへの謝罪だったのかもしれない。エドはあの時何て言ってた。撃たれた時確かあいつもグルだ、騙されるなって。どういう意味かしら。そうだ、マークの絵の意味が分かったぞ。ねえジョナサン、分かったのね、誰なのこの宇宙服の男は。ジョナサン、ガソルでその人物を指してみて。さあ、 I've got no clue. It could be anyone. Tokugawa?I knew it all along. I don't think Tokugawa would get his hands dirty like that. No, he wouldn't. Purple flower. Huh? I was fooled for a second. She was killed on home! So who was it, Jonathan? It wasn't him, he was in the other suit. Hojo's dead. He's dead.Of course! If you smell on lavender, and lavender's the favorite thing, she's the woman who smells lavender.
the day before yesterday to pull a fast one on me, Jonathan Ingram. そうだわ。 Yeah, exactly. 彼女いつもラベンダーの香水つけてたもん。 She always wears lavender perfume and nobody else. まさか。 Where's lavender perfume? あのクリスさんが。でもこのコロニーで香水つけてる人なんて他にいないわ。しまった。どうして気がつかなかったんだ。マークは知ってたのね。And she's Tokawa's main squeeze as well. まずいわ。彼女、デカ長の病室よ。 Oh shit. アナ、マーク、危ないからここにいろ。俺はエドの病室へ行く。I'm gonna fill it full of lead. クリス、よせ。エドを殺すつもりか。いや、来ないでジョナサン。クリス、どうして。来ないで。それ以上近づかないで。ジャンプ、飛び降りるわよ。どうしてなんだ。私、こうするしか。We all have a choice, dear. 誰に頼まれた? I think you know who. 徳川よ。エドをバイオモートに。ごめんなさい。それじゃあ、石田に代わって AMM におびき寄せたあの電話も、クリス、あんただな。あなたみたいなよそ者にはわからないわ。ビヨンドで生きていくには、宇宙で生きていくには、徳川に身も心も売るしかなかった。ここでは誰も徳川に逆らえないわ。両親に先立たれ、残ったのは多額の負債とこの病院だけ。こんな大病院何とかやっていくには、徳川に取り入ってこびるしかなかった。私は人として生きることを捨てたの。女の幸せも。 Then help me get revenge. それに私の息子のために。息子だって。あなたも見たでしょ、yeah. 理事長室の写真。あの子供の写真か。モデル生命が危うくなったあの頃、私はもう一度マスコミの注目を浴びようと必死になっていたの。お金と政府の援助が欲しかったから。それで当時ビヨンドでも問題になっていたフローズナーの代理母に。フローズナー、まさかそれがレッドウッド。そうよ、彼は私が産んだ。でもあの出産時の感染事故で、私は二度と子供を産めない体に。Jesus. あの子が最初で最後の子供。しかし奴は政府所有のフローズナ。ええ。トニーは政府に取り上げられたわ。何度も裁判したけど、あの子は取り戻せなかった。私に母親の権利は認められないって。徳川のそばにいれば、トニーのそばにいれる。私、息子のそばにいたかった。そのために人も殺すのか。もう止められないのよ。私落ちるとこまで。クリス、まだやり直せる。徳川や芸術の悪行を、このビヨンドにはびこる悪を法廷で証言してくれ。今のままじゃあんたもバイオモートと変わらない。受け入れるだけじゃなく自分から行動するんだ。生きるってのはそういうことだろ。できないわ、私には。人の命を救うのが医者だって言ったじゃないか。ビヨンドの病気を、人類の病気を治してくれ、クリス。奴らに関して知ってることを全部証言してくれ。お願いだ。私にそんなことできる？ビヨンドの病気を治すなんて。あんたならできる。I know you can, you're a doctor. Chris. And bang! わかったわ。Oh. ジョナサン、
Normally when the person is like considering it, they get shot. I mean, that happened in a second. Yeah, there you go. Just like I said. Ooh, look at that blood. You asshole. これで証言台に立つ人間はいなくなったな。デッドット。ジョナサン、そろそろ決着をつけようぜ。俺たちは徳川ビルで待って、お前が勝てば本部長の骨髄も手に入るぞ。死ぬのは貴様の方だがな。エドと一緒に臓器となって、人様の役に立て。待ってるぞ、ジョナサン。 Get back here, you bastard. 許さんぞ、レッドウッド。 Damn. Well, there you go, just sort of saying she gets shot. She got shot. Bloody hell.